『朝ドラ』べっぴりさんあらすじ予告第119話昭和45年日本万国博覧会2月23日木放送文危機物語キアリスの入社試験でサクラとケンタロウの2人が出した成績は火の打ちどころがないものでした事前の取り決めどおりすみれは2人の採用を決意するのでした 昭和45年1970年3月大阪でアジア初となる万国博覧会が開催され人々の注目はこの一大イベントに集まっていましたその頃、エースの流行はさらに拡大しエースの創業者であるエイスケは時の人としてさまざまなメディアで取り上げられるようになっていました同じ頃、定年退職を迎えた勝児は定年後にすべきことを決意します 手狭になって手放されたキアリスの元の事務所で喫茶店を開業することにしたのです。